はい、どうもガクチャンネルのガクです。今日はね、何をご紹介しようかということなんですけど、実はね、僕前にご紹介してた家のドアのね、鍵のなんていうんですか、自動で開けるね、システムっていうかね、ガジェットがあったんですけど、それのね、最新バージョンがね、実は発売されました。発売されたというかね、これ実際はまだ発売されてません。19日かなに発売、になるんですけど、商品はこれ、じゃじゃん、よいしょ、ピンと来い、キュリオロックね、キュリオロック、これをね、結構最近ニュースとかでもね、出てるんで、まあ、シンプルな感じです。まあこうもう何もね書いてないです。後ろはね一応シリアルがあるから、ここ隠しといてかな、こんな感じね。後ろにちょっとだけ説明があるような外箱になってます。後ろもね、本当に、まあ、ハンズフリーの解錠とかオートロックができますよくらいの、案内しか書いてないんですけども、シンプルなデザインの箱になってます。で、これをね、2個買ってます。で、これはなんで2個買ってるか、前も言ったかな、今も2個つけてるんですけど、ツーロック、まあ今は結構ね、ドアツーロックの家の方が多いような気はするんですけど、これ2つつけてると、どちらもね連動して、開けたり閉めたりということができますね。こちらの方のね性能を、まあとりあえず開封して性能の方のチェックをしていきたいと思います。で、とりあえずね、まあおさらいというかね、今までのもう旧製品になってしまいますけど、そちらの方のね、まあデメリット、まあダメだったところ、を、とりあえずね、お伝えしておくと、まずはなんていうんですかね、家に帰ってきた時に自動で、ドアが開く、まあ機能があるんですけど、それがハンズフリー解錠、まあ、こちらの方でハンズフリー解錠っていう呼び方になってますけど、確か前の場合はね、何だったかな、手ぶらで解錠ベータかなんか、ベータ版なんですよ。ベータ版としての機能がついてました。結局はベータ版からもうそのまま機能として前の製品では乗る形にはならなかったんですけど、まあ、新製品の方では、そちらの方ね、の方の機能も改善されています。まあ、前の分では、そちらの方がね、家に近づいた時にちゃんと開かないで、家にいてる時に勝手にドアが開くとか、その機能をオンにしてたらね、勝手に開いちゃうとか、いうことが結構ありました。結局だからそんなことになってしまうので、機能をオフにしとかないと。だって夜とかに勝手にドア開いたら困るでしょ。だから結局その機能は使えない、状態でした。で、これはね、携帯の方、スマホの方に入れてるアプリで GPS を拾ってるので、その GPS で、まあ、家に帰ってきたとか、出て行ったとかいうのをチェックしてるみたいなんですけど、結局家の中にいてたら GPS に誤差が生じますから、結局それで GPS がいきなり誤差で遠いところまで行って戻ってくる、そしたら家に外出して、帰ってきたという認識になるので、まあ勝手に開いちゃうということになります。で、オートロック機能があるんで、まあ、例えばそれもオートロックはドアを開けて、この鍵を開けたっていうとこから何秒間経ったら閉めるっていうね、いうような機能だったんですけど、まあそれをオンにしとけば、まあ勝手に閉まるんでね、まあいいといえばいいですけど、まあまあ夜中に勝手にねドアが開いちゃったりとかいう問題もありました。で、あとはまあ本当一番大きい問題はレスポンスがすごい遅いです。鍵を開けるという、まあスマホでね、開けるっていう動作をしてから実際に鍵が開くまでの時間、これがね、まあメーカーの方やったら3秒とか言って書いてましたけど、3秒じゃない時もありますね。まあ早い時で2秒から3秒くらい、2秒はないかな、3秒くらいかかるかな。でも遅い時はね、
もう5秒とか本当下手したら10秒くらい待たないと開かないとかね。で特に2ロックの場合は1個、上の鍵をじゃあカチャッと開けた、そこからまたさらに、まあ、3秒から5秒くらい待ってから下の鍵が開くとかね、まあ2ロックの場合はそういう風な、状態になってたので、このあたりもね、改善してほしいな、まあ、ちょっとダメだなというところでした。まあ、やっぱりレスポンスが悪いっていうのが一番の問題で、あとは結局はハンズフリー解除ができないので、結局はスマホを取り出して開けるとか、まあ、Apple Watch でもできるんですね。まあ、これも紹介は動画の方でしてますけど、 Apple Watch もできるんですけど、結局は Apple Watch の方も今も Apple Watch 単体でアプリ、使えるようになってますけど、結局はこのスマホの方のアプリの機能を使って解除するんで、まあ結構時間かかったりするんですよ。前実験した時はね、こっちの方がなんかめっちゃ早かった時もあるんですよ、 Apple Watch の方がね。だけど実際はこいつとこいつの機能、スマホの機能を使って開けてるんでね、こいつが遠くにあったら使えませんね。だからまあそういうふうないろいろな問題もありました。でそれを踏まえた上でね、まあこいつのちょっと開封と、まあとりあえずはレスポンスの方の実験をしてみようと思いますね、とりあえずで2ロックの実験もできますね、とりあえずね。で外出した時に戻ってきたその手ぶら解除の機能はね、ちょっと別の、動画で実験をね、してみようかなというふうに思います。で私はこれね、予約して買ったので、まあ、実際はねちょっと発売日、まあ、メーカーから来て発売日にすごいこれ予約が多くなっちゃって、発送をね、発売日ちょうどに届くように発送作業したらもう手に負えなくて間に合わないから、もうね早めに発送するっていうね、すごい神対応してくれてるんですよ。だから発売日前にもう届いちゃいましたこれね。でそれでまあレビューをしてますね。で何を言いたかったかな、忘れちゃった。うん、まあとりあえず実験しましょうかね、とりあえず開けていきます。まあもう2つありますけど、とりあえずねもう1個ね、ちょっとこれね前買ったライト使ってるんですけどね、まあ、これすごいいいんですけど明るすぎるんだよな結構。よいしょ、顔が今でいいかな。じゃあ開けます。まあ別に開封はねそんなに僕重要じゃないような気がする。まあなんかサッシがいきなり落ちちゃいました。何かなこれ。ああ、本当に説明書ですね。もうすごい説明書って感じです。よいしょ。こんなん見たい人おんのかな。まあでもまだ発売してないから見たい人いてるかもしれないね。こんな感じ。こんな感じです。まあでもメーカーのあれで載ってるかな、ホームページで。こんな感じ。よいしょ。見たい人いてるかもしれないから一応。こんな感じ。見えない。どのあたりまでいってるのかな。こんな感じ。ね。で、裏側が、まあ、セッティングの方法で、まあ、今からこれ、僕は実際やっていく内容にはなりますけど、セッティングの方法、ね。書いてくれてます。鍵への取り付け。これはね、鍵への取り付け、今日やりません。一回、どのくらいの距離でね、その、手ぶらで解除機能が動くかっていうのをね、ちょっと、外に行ってね、実験しようと思ってるんで、今日はドアには取り付けをしませんね。はい、まあ、こういう風な案内が入ってます。で、開けていくと、よいしょ、よいしょ、ね、でこれが本体かな。よいしょ、これこういう時に落としちゃうからな、ちょっと気付けよう。あ全然軽い、めっちゃ軽いっていうか、ワンはねちょっと見せれないからあれなんですけど、ほら、あ、全然軽いな。これはもうこの重さはねちょっと何ともお伝えができないでね、もう申し訳ない。もう顔にピントがくるな。これマニュアルフォーカスにした方がいいのかな。これここでできるかな。あ、おお、できた。ちょっと待ってくださいね、ピントを混んでいいかな。あ、いいね、このくらいかな。多少合ってなくてもごめんなさい。マニュアルにしました。こんな感じね。ここが回ります。こういう感じね。こういう感じ。ね。
で、厚みはねどうなのかな、あんま変わらない気がするけど、横もあれかな、ちっちゃ、全体的になんかちっちゃくなってるっていうか、なんか何せ重さがめっちゃ軽いですよ。まあ本体ね、はい、でよいしょ、んで開けると何があるのかな、ね、あ、これはねこのやつ、これは何かって言ったら、この先っぽね、ここの先っぽにこうやってガチャッとつけて、鍵の形状によってこのアダプター変えないとダメなんですよ。こんなね、これが3つ入ってます。3つで、あとこんなやつ、こんなやつ、あ、これも2種類、こんなやつで、これ何かって言ったら、これもドアのね、ドアのこう、ドアのとこからこう鍵が出てるでしょ、こうね、そこまでの高さをこう調整するね。だから分厚いやつと、このままでいける場合もあります、このままでいけるか、分厚いのをね、取り付けて、まあ、ここへつけたら、そうしたらここ高さが変わるんで、まあ、それか薄いやつもこうねあるんで、これで高さの調整してくださいっていうアダプターね。であと電池ね、電池で、これもね、今2本、ついてます。ん、あれ、マニュアルフォーカスなのに、うん、まあいいか。これは何かな、 CR の17345ってやつね。ん、なんか変わった、勝手にピント、よいしょ、これか、あ、これでいいか。 CR の1、ん、あれ、後ろに書いてんのとなんか違うな。これでいいかな、 CR123A ね、パナソニックのやつが2本入ってます。2本ね。でこれ実際は、あの入れる、あ、ライト消えちゃった、ちょっとごめんなさい、一回止めます。はい、どうもお待たせしました。ちょっとボケてますけどね、ごめんなさい。とりあえずこれね、電池、さっき言ってた電池、これね実際入れるのは4本入れるとこがあります。4本ね。で、標準では2本しかついてなくて、2本で動きます。ただ4本もう2本をね、あ、セットしておけば、2本がこうなくなって、電池がなくなっちゃっても、もう2本で稼働しますね。だからもう2本で稼働してるうちに、この2本を新品にやり替えると、こっちを使っていって、またこいつがなくなったらこいつで動いて入れ替えるっていうね、こういうシステムになってます。あとは両面テープが入ってました、 3M のね。これもなんか新しく考えられて、まあ、ちょっとなんかこれが剥がれるっていうのね、なんかこれちょっと見えないな、4分割されてるの分かります？前はねこれが一体型のやつやったんですけど、なんか一体型にしてるとね、すぐ剥がれて落ちちゃうみたいなんですよ。僕のとこでは落ちたことなかったんですけどね、ドアの材質にもよるんかもわかんないですね。これが2枚入ってます、予備用とね。だからこれでつけたらいいです。だからこれの重さも軽くなってるので、多分かなり取れにくくなってるんじゃないかなと思います。はい、であとはこれ何かな、また 3M のシールがこんな入ってました。これちょっと何に使うかわからないです、後で説明書を見ようと思います。であとネジ、これは多分ですけど、この あのアダプターをね、こうかさ上げ、ここをかさ上げするときにこうつけるね、ネジだと思います。説明書見ないとちょっとわかんないですけど、はい、よいしょ、はい、以上ですね、以上です、はい、以上、よいしょ、ちょっとピント戻します、オートにしようかね、オートフォーカスにします、はい、僕の顔に合いました、はい、ね、お待たせしました。で、とりあえずね、説明書があるので、これはね、なんか細かい保証書かな、なんかまあさっきのやつか別のやつがこう入ってました、こんなやつね、なやつ、これは別になんか注意書きとかがちょっと書いてるくらいだと思うので置いといて、まあこっちの方がね大事ですんで、まあちょっとだけ読んだ方がいいのかな、まあ大丈夫だと思うけど、あ、さっきのちっちゃいやつは
ドアの開閉センサー、あ、さっきの白いのにちょっとなんか、ネジが落ちちゃったね。なんかこれが開閉センサーみたいね、これがここに書いてます。なんかね、これはドアにつけるときにしか使わないと、今日は使いませんね。はい、ほんでとりあえず電池入れましょうかね。電池を入れます。じゃあステップ1ね、ステップ1入れていきましょう。これをこれを上にスライドすると開きますね。こういう感じで2つ入れるとこがありまして、あ、上に書いてますね、ここに、ここね、A と B ね。だからこれ A の方にとりあえずね入れましょう。 A の方にセットね入れます。はい、セットね、ピッて音鳴りましたけど、とりあえずこのままカバーをしましょう。よいしょ、はいね。でこれで、あとね、あのスマホの方のアプリをね、入れとかないとダメなんですけど、これこいこい、うん、スリオス、あ、ごめんキュリオのキュリオロックっていうアプリね、キュリオと調べて検索かけてもらっても出てくると思います。キュリオロックね。で、あの旧型ともまたあのアプリの種類が変わってます。で私はね一応あの、アカウントを作っておきました。でこれあの ID とパスワードでね、アカウントだけは作っておく必要がありますね。額で作りました、とりあえず。で、ロックの設定の方に進んでいきます。これもあ、ダメだな、顔に合っちゃうからマニュアルフォーカス変えておきましょうね。はい、いいかな、これで見えるかな。で、とりあえずこのロック設定を押します。そしたら見えないな、僕がロックをアプリに接続します。これはこの次でいいかな、ピント合ってるのかな、ちょっといまいちモニターだけだとこれはダメだね。このくらいかな、このくらい、うん。でこれ押しますよ。はい、なんだ、ロックに名前を付けましょう。じゃあまあ自宅01度でもしときましょうかね、2つあるから。では次いきます、開業で、これ登録する。はい、来ない、うん、あ、来ました。ロックを解除できるようにします。あ、とりあえずこれ前もありました。とりあえずこいつを回します。持てるかな、持てるか、よいしょ。混んでいいかな。あ、会場位置記憶、まあとりあえず分かりやすいようにこう横にしとこうかね。でこれでプチで、これでで次、はい、これで閉めた位置記憶、ちょっとピントが、うん、これで開いて閉めた。はい、これでテスト終える。あ、っていうかこいつ勝手に認識しましたね、こいつね、よう考えたらね。でハンズフリー機能とかそういう機能の設定どうしますかっていうのを書いてるので、オートロック、リモート、うん、これちょっと今はもう設定しないにしますね。今は設定しないで利用を始めますっていうのにして、あ、ソフトのアップデートがあると言ってるので、とりあえず一回更新を、ごめんなさい、更新今してますね。いきなりこいつのファームウェアのアップデートだったみたいです。はい、一応ねやっときましょうか、ちょっとお待ちください。はい、ファームウェアのアップデート、こいつのやつね終わりました。よいしょ。ほんじゃあとりあえずちょっと見てみましょうか。こいつ押したら多分動いて開くんやと思いますよ。よいしょ。あ、早めっちゃ早い。あ、これはあれですね、
かなり早いです。もう押した瞬間に開いてるんで、正直ね、メーカーのなんかこう、ちょっとボケてるな、このくらいでいいかな、メーカーのなんていうの、ホームページとかに載ってるやつね、見てたんですけど、本当かなと思ってたんですけどね、これは本当に早いです。前のやつはだから、これ開くまでがすごい時間かかってたんで、よいしょ、あー全然いいな、これいいな、はい、全然いいです、はい、なんかちゃんとね、ここに通知が来てます。この通知も早いな。これでもまだハブの設定とかしてないんですよね。これキュリオハブっていうのの設定をすると、外出先とかでも今の通知みたいな、開きましたとかね、通知が来たりとか、遠隔でこいつをね、開けたり閉めたりっていうのも、例えば、自宅以外の外出してるところからでもできます。で、逆にこいつをね、例えば誰か泥棒が入ってきて鍵開けられたなんていう時も、通知が来ます。だからこうやってやるとこっちがピルッと出ると思いますよ。あれ出ないな。あ、やっぱりハブの設定しないと無理なのかな、それは。うん、ちょっと無理そうですね。ではね、とりあえずこれもう1台の方を開封して、とりあえず2ロック状態にね、とりあえずしてみようと思います。それでどういう動きになるかというのを検証してみます。ではちょっとお待ちください。はい、とりあえず、2つロック設定が終わりました。ちょっとこう見やすいかなと思って近づけたんですけど、机の上に。どうでしょう。で、一応ね、ロックの方はこういう状態になってます。こういう状態ね、ピント合ってる？この辺りで、うん、こういう状態になってます。じゃあとりあえず2ロックでこれ連動してるんでね、これ一回押してみますね。あ、でもほぼ同じタイミングで開きます。これ僕の前の動画ね、もしよかったら見てもらったら分かると思うんですけど、こんな動きにはならないですからね。やりますよ。ほぼ同時。いきますよ、もう一回。これね、2ロックの動きはね、多分ね、メーカーのサイトの方でもね、載ってなかった感じだと思うんで、まあ、参考にしてもらったら。2台買う人いてるかな？いてると思うんだけどな、僕みたいに。今も普通に2ロックですもんね。で、とりあえずね、ファームウェアのやつ1個してないな。アップデートね、それをしたらもうちょっと良くなるのかな。じゃあとりあえず今これね、キュリオハブの設定もちょっとしてみようと思います。キュリオハブの設定はね、前の動画見てもらっても分かると思う、多分同じだと思うんですけど、キュリオハブ本体のところの、スイッチね、それを押したりなんかしながら設定をします。そんな難しい作業じゃないんで、もう動画にはしません。まあ僕ちょっと設定しに行ってきます。ではではお待ちください。はい、どうもお待たせしました。とりあえずね、ハブの設定もしてきたんですけど、ついでにね、もう一個の方、ファームウェアのアップデートもしときました。なので、ファームウェアがさっきね、ちょっと一個違ったので、もう一回これやってみましょう。はい、あ、同じなった、タイミングが。素晴らしい。どうやってやってるのかな。前はね、多分 Bluetooth でつながって、一つのやつをこう開けに行って、こいつとこいつがリンクしててね、一緒に同時に開かないとダメだよってことで、こいつを開けに行ってから、次もう一回スマホから多分こいつをね、 Bluetooth で接続してもう一個開けに行ってたと思うんですけど、今回はこれどうやってんのかな。同時にほら操作ができますね。で、まあ、これでさらにね、だから今日はちょっとテスト、そのテストはやりませんけど、手ぶらで会場機能ね、だからスマホがこう、スマホ持って外出てって家に帰ってきたら、こいつが買ってビューと開くっていうね、それをちょっとね、また外で試してみますけど、それができれば本当にすごい最高だと思います。で、例えばちょっと今あれですけど、今強制的にちょっと Wi-Fi を切ってみます。だから今これ、ここ見てもらっても分かるかな、これ今 4G になってるの分かります？僕ソフトバンクなんで、ソフトバンク4マニュアルで、よいしょ、こう混んでいけるかな、はいはい、出ましたね、 4G ね。だからこれはもう外にいてる状態と仮定してください。外にいてる状態ね、外にいてる状態で、外出先からどうなるか、ボタンポチ、ちょっとさすがに
あ、でもちょっとさすがに時間かかりますよね。でもあの今までと比べたらもう全然違います。持ってる人しか分からない。あ、ほぼ一緒やな。あ、全然大丈夫や。なんでかな、一回やったら、もしかしたらハブの設定してから最初にやったのが今のこっちだったんで、そのせいかな。ちょっと一回、Wi-Fi に切り替えて、自宅の方に切り替えてみて、もう一回 Wi-Fi 解除します。これで外出先向かい、じゃあ行きます。あ、なんでこんなにすぐ開くんかな、すごいですね。こういう状態だ。これまだ 4G ですね。 4G の状態ですよ。じゃあ、誰かが鍵を開けたとします。家の鍵、こっち、これは自宅の鍵を手で開けた状態。あ、通知はすぐに来ないのかな。あ、来ましたと思ったら違うかった。うん、これね、前はね、逆にすぐ来てて、前ね、あの前のね、初代のやつでも、なんかファームウェアのアップデートかなんか、こっちのソフトかな、アプリのアップデートかなんかがあったのか、向こうの、サーバーの、キュリオのサーバーの方のアップデートか、何かちょっとよくわからないんですけど、こう、やった操作はね、5分後くらいに通知がね、来るようになったんですよ。ただ、開けたり閉めたりして、時間が表示されるようになりました。ポップアップとかね。で、逆に、なんていうかな、だから5分タイムラグ、5分くらいのタイムラグが出てしまったんでね、ちょっとどっちが便利だったのかよくわかんないです。前はすぐに通知来ても、厳密に何時に開いたとか何時に閉めたとかいうのはね、ちょっと、出なかったんですよ。多分ね、でもここでね、履歴っていうボタンがあるので、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれ、キュ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 、履歴。でこうやるとね、多分ここ出てくると思うんですよ。こうやったら手動で出てくるかな。あ、ダメだ、出ないな。うん、多分出ないですね。これ一番最後ですね。これ、ね、ガクさんがって書いてあるんで、これはこのスマホからやった、操作ですね。今ちょっと手でやってみますか。よいしょ、手で、はい、開けてみました。通知は来ません。更新、あ、それもされない。ダメかな。うん、来ないですね。来ないです。多分だからタイムラグがちょっとやっぱりね、あるんだと思います。あ、でも今は閉まっていますになってますね、ちゃんとね。これが今手でこれちょっと開けた状態にしますね。開けた状態にしたら、ここは今閉まっていますので、更新、ちょっと違う画面に行ってもう一回戻ってくる。あ、開いていますになってます。だからリアルタイムでポコッと変わるわけじゃないけど、違う画面とか行って、まあアプリ一回消して開いたら、多分ね、今の現状の状態は多分リアルタイムで出てくるんだと思いますね。だからあの鍵をね、あ、閉め忘れたかな、どうかなっていう、こう出た後にね、心配になった時なんか、ここをね、アプリ立ち上げて確認するといいっていうことですね。今の状態が分かるという状態です。はい、ちょっと一回カメラ移動します。はい、どうもお待たせしました。とりあえずね、今日ご紹介したのはこの、キュリオ、の新しいね、新製品、キュリオロックってですね、をご紹介をしてきました。で、こちらの方のね、ロック、今日紹介してないのが、外出先から出てきた時に自動で開くっていうね、機能、こちらの方の、設定っていうか、ハンズフリー解除ってですね、こちらの方は、ちょっと紹介してませんけど、そういう機能があります。これまた別の動画でね、やっていきます。で、あとオートロック機能っていうのもね、あります。これはね、オートロック機能っていうのは、今回の分はあのドアを閉めたら勝手にね、ロックする、まあ鍵を開けてから何秒っていうじゃなくて、鍵を、ドアをガチャンって閉めたら、何ですか、鍵が閉まるという仕様に変わってるみたいなんで、それはドアをつけた時にね、ちょっと確認をして、
それだけで動画にするのもどうかと思うんで、まあもしよかったら学トークかなんかで、まあそういうちゃんと動作確認できましたよくらいのご報告をね、違う動画の方でさせてもらったらいいのかなというくらいに思ってます。はい、で みんなねやっぱりこうなんていう、家から帰ってきた時に自動でドア開いたら楽じゃないですか。その機能がちゃんと正確にね動くかどうかはねやっぱ確認したいと思うんで、それは別の動画であげますね。はい、そしたらね、今日はこの辺で失礼しようと思います。また質問とかね何かあれば、コメント欄の方に、書いといてもらったらいいかなと思います。で今日のねご紹介している商品なんかの Amazon のね購入先も下にリンク貼っときますんで、もしよかったらね買ってみてください。初期型から比べてかなり改善してるんで、まあもしね、予算的にいけるんだったら買ってみられたらいいんじゃないかなというふうにも思います。ドアをねやり替えたりね、するよりは全然安いと思うん で比較的どんなドアにでも対応できるんで、そこら辺はね一回キュリオのホームページ見て、鍵の形状とかね、そういうのに対してのアタッチメント、だいたい今ついてるね最初紹介した3種類でいけたりするんですけど、まあ、特殊な鍵でも対応できるアタッチメント別売で売ってたりするんで、そういうのもねちょっと確認してみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します。さようなら。